そうですね、一番どなたが見ても分かるのは、力が入ってない人ね、うまくなればなるほど力が肩に、握りに力入ってない人はやっぱりうまいですね。その要するに肩にグーッと力入って、気張ったつもりの芝居でしょうけど、それと握りが柔らかくふっと握って、いざっていう瞬間にギャッと、これがやっぱりうまい下手で選別ありますね。よくね、松方さんとかも生前、やっぱ手首を柔らかくして、リストを使うっていうのを立ち回り前大事にするってことをおっしゃってましたけど、そういう。松方のお兄ちゃん、松方弘樹さんのお父さん、近衛十四郎さんっていうのはすごいうまい。本当にね、日本の映画史で何本、3本ぐらいの指に入る筆頭に値する人だったですね。うまかったですよ。特に菅さんからどういうところが近衛さんにとってですから、さっき言ったと同じことで、ギリギリ組んですよ。立ち回りのね、ジャンプでやるところは絶対当てないんですよ。ところが、そんなにギリギリ行かなくてもいいなっていうのをギリギリ言ったり、もうちょっと近くやらない、カメラの横位置でこうやったら切ってないでしょ。そういう人も、名前言ったらあかんけど、大友龍太郎さん。ひどかったですね。ご自分でも分かってるんですよ。ですから、相手の人はものすごく苦労したと思います。そうなんですね。これはいいんですか？やっぱり遠いとリアクションするのも大変ですよね、キラリアクションね。切り感がないもんね。ああ、そうですよやっぱりね、あっていうのがね。やっぱり演じてる側もそこは人間ですから、やっそうぱでりそうですね、無理に演じてるのと、本当にそこのところにリアルな感情が出たと、やっぱり違いますす。そうですね。ですから最近はそういうのを、警察の方からパッと塗ってますけど、なるべく竹光ね、さっき言った竹光、ジュラリミン、そうじゃなくて、神経をね、本身で、一振り、二振りぐらいは僕やってもらってたんですよ、林さんに。ところがそれもご法度になってね、そうするとね、竹光やから当たっても死ぬようなことないわけですよ。だから安心感が出てね、顔が穏やかになるんですね。そんなもん殺し合いになりませんよ。どっかでそのギリギリの、局面とまでいかなくても切迫感っていうのが。そうです。